はい、こんにちは、満島でございます。今日はB 型エンジンの究極1万回転をオーバーするエンジン作って持ってきましたんで、ちょっと携帯に乗ってもらおうかな。俺も B 型で1万5000回転だよ。これはただ空回り。え、なんでそんなものつけるの？やっぱり NA エンジンっていうのはもう回転馬力を持っていくか、まあ排気量を増やすか、この2つしかないんで、まあ両方うちはまあ並行してやってきて、まあその一方のね、高回転高出力に持っていこうという、ここのところがまあ肝というかね。いっぺん乗ってみて。了解。はい、というわけでフィーリングチェック。周りがスムーズだな。エンジンの周りがね、スムーズで、下のまだちょっと遠慮がちなドリドリだけど、確かに上が回っている。じゃあノーマルと比べて実際にはどんな違いになるのか。スタート位置を最終コーナーに移してプチ対決といきましょう。スタート地点は平らなところまで下がって、さあよーいドン。スタートはたけしとノーマルがリード。しかしドリドリの1万1000号伸びる伸びるの。ではその様子を車載カメラから見てみましょう。スタートは絶妙なクラッチミートでノーマルがリード。そして8400でシフトアップ。さあどうだ。その時1万2000号はもう一伸びして2速へ。でノーマルが下がる途中で3速へシフトアップする間に、1万1000号は2速のまま坂を上り切った。なんだかんだ言ってもね、9200ぐらいも早いんじゃない？パワーはこの辺の方がちゃんとついてきてる。でも上が回るから楽だね。上が回るからやっぱりね、シフトアップはどんどん奥へ行くでしょ。急線シフトの方がめっちゃ速いよこれ。見ててビュー、あれ来てない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 。おーっと、1万1000号コンピューターの不調でリタイア。あら、キャさん、今の1万回転シビック、なんか途中で調子悪くなっちゃったみたいですけど、坂道だとやっぱ全然差はついたみたいですね。坂道番長だからね。こいつのなんかね、遅かったのは、ブーンっていって8400でリミッター切って、そこから落ちてきてシフトアップしちゃうと、ハイカムに切り替わる手前に来ちゃう。そう、だから2速から3に落としてブーンと5800以下に落ちるから、こっちは6000までいるから、まだ浮いてるから残ってるのに。2台のギア比は同じなので、コーナリング中の回転は全く一緒。しかし直線加速になると、1万1000号はパワーバンドが上側に広がっているので、シフトアップした後のスタート回転が十分パワーの出ている回転からとなり、結果クロスミッションを入れたようなつながりの良い加速になるのだ。ホンダの N エンジンはね、やっぱ高回転まで回す、でそれをまあ1万まで回るものを9000あるいは8500で使ってればね、ライフも長くなるし、
3000回転とか4000回転で回しててもフィリクションが少ない、トルク感もある、まあいいエンジン、俗に言うくるくる回るいいエンジンにしていくためにやっぱ必要なあの開発だったのね。 N エンジンの高回転化っていうのはやっぱりあのチューニングの花、あの肝だからね。やっぱりそういうことをやっぱり自分たちでも研究していきたいっていう要素もあるからね。完成したらこれはね、気分はいいし、上りは速いし、2から3のギアのつながりはいいし、丸ですよ。